ウリタと萩原、見たい人間が、いるっていうのを聞きました。ちらほらねコメントなんかでも、そういうふうに参見されてたけど、あの俺は当然やる気でいます。萩原、俺に喧嘩売ったんだから。僕もあの今日ね、僕たちが主役じゃなくてね、あの喧嘩自慢の、まあ、北関東も大阪の子も彼らの、今回彼らが目立つ場所、僕たちはあんまりしゃしゃり出ない方がいいと思ってね、そのことについてはちょっとコメント控えてたんですけれども、そうですね、まあ、あの時ちょっと僕も感情的になってウリタさんに生意気な口聞いちゃったところあるんですけど、僕はもうリスペクトをいつもしてたんで、僕から対戦要求するようなことはないんですけど、でもねやっぱり、まあ、アウトローのカリスマ、まあ、この人から試合やろうっていう声がかかるんだったら、もちろん僕も喜んでやらせていただきますんで、よろしくお願いします。もし俺が萩原に勝つようなことがあれば、その先慶之介、お前も俺に調子こいたんだから、実力の差はそれらの分かってるよ、分かってるけどよ、いねえとこで受けたとか言ってんじゃねえ、俺の方が長く生きてんだよ、勘違いすんな、いつかやってやるな、お前どこら上等出てんね、来いよ、ほら来いよ、カッコつけてよな、カッコつけてるよな、教えてやれよ、以上です。では試合